はい、こんにちは、カパパです。僕ね、アルコールストーブ動画っていうのは結構好きで出してるんですけど、そのアルコールストーブ新しいの買っちゃいました。これはね、もう好き嫌いの話だからね、必要とかの話じゃなくて、ちょっとねコレクター気味になってますね。これはね、もう発売して、かなり経ってるんですが、バーゴのチタニウムトライアドマルチフューエルストーブというアルコールストーブですね。このね、トライアドストーブに関しては、かなりいろんな方が動画出されてます。で、僕もね、そんな動画を何回か見てるんですが、もう思わずね、一目惚れして買ってしまいました。今日はその開封といくつかこのトライアドストーブの特徴があるので、そういったものをご紹介していきたいと思います。後ろにね、いろいろごちゃ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 いろいろ書いてあります。で、ちなみにこれね、モンベルで買いました。これ足をね、こう開くようにして、で、こう台紙から取るんですね。はい、後ろにね、バーゴチタンという刻印が入ってます。この後ろの足はですね、内側に折りたたむのと、外側は、結構開きますね。もうすごい安定感ありますね。続いて五徳の部分ですね、これ開けます。で、ここも開けて、はい、全部開けてきます。そうするとね、これね、下の足とあと五徳ってる部分はほぼ同じ部品、全く同じ部品ですね。ですから、この足の部分だけ見ると、どれが上でどれが下かっていうのが、分かんないですね。で、ここがね、やっぱりこのトライアドストーブの最大の特徴で、これをひっくり返すことによって別の使い方ができるということなんですね。ですので、足と五徳が同じ部品で作られています。で、当然ながら、これはアルコールストーブの使い方がメインになってくると思うので、アルコールストーブの使い方、こちらをですね、中心に紹介したいと思います。まずこれがアルコール燃料ですね。で、どれぐらい入れるかというとね、この後やりますけど、この中央の穴がありますね。この中央の穴から、ちょっとはみ出るぐらいで、その状態で、500ml の水、ちょうど袋ラーメン1杯分の水を5、6分で沸かすことができると。続いて、どんな燃料に対応しているかということなんですが、まず一つはアルコール燃料で、もう一つは固形燃料ですね。例えばこれ、S ビットの固形燃料ですけど、この上に乗せるんではなくて、これをひっくり返します。ひっくり返しますと、この裏側がちょうどくぼみになってまして、固形燃料なんかを置いて燃やすことができます。あと、もう一つの使い方はジェルです。よくチューブ式になってるね、やつがあります。で、僕はね、買ったことがないんで、これちなみに100均のジェル燃料っていうのはたまたま持ってたんですよ。これニュル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 って乗せてね、それで点火すると。アルコール燃料、あと固形燃料、ジェル燃料、この3つに対応してるストーブになります。ちょっと燃やしてみたいと思います。じゃあ、アルコール燃やしてみましょうか。はい、じゃあ入れてみますね。こんな感じですかね。少し中央の穴から溢れ出てるような感じです。はい、この状態でこう火をつけてみますね。つきましたね。はい、わかりますかね。ちょっとね、ライティングが難しいんで、僕の体の影でね、炎を分かりやすくしてますけど、ちょうど今中央のアルコールダメのところが燃えてる状態なんですが、その周囲にちっちゃく穴が開いてますけど、そっからの燃焼はまだのようですね。約ね、つけて1分半ぐらい、こんな感じです。ね、ちょっとなかなか本燃焼に移んないですね。
お、うわー、来た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 。なるほど、こういう風になるんだ。はい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 。ちょっとこれね、別の角度から見てみますね。はい、別角度から見るとね、こんな感じですね。はい、それではね、一旦炎を消します。で、炎の消し方はこういう風にやるんですって。アルコールストーブって息を吹きかけて消しちゃいけないんだけど、風で簡単に消えるっていうのはね、まああんまりいいことではないんだけど。そうですね、燃料に関してはまだ3分の2ぐらい残ってる感じですね。で、燃料をねこのまま蒸発させとくのももったいないじゃないですか。で、そういう場合はこのボトルの中にね戻せるらしいんですよ。で、ちょっとやってみますね。お、さすがチタンだね、もう熱くないね。で、これ燃料ボトルね、もう初めてやるんでうまくいくかどうか分かんないけど、まあうまくいったら褒めてください。ちょうどこの足ありますよね、チタンの足、この足をね伝って入れるんだって。うまくいくかな。はい、うまく取れるといいんだけど。ああ、あ、確かにこれ見てて、ここ、おお、おお、これはいいね。ちょっと手が震えて。ちょっとビビってんだけど、おお、これちょっと、まあ全部きれいにね、まあ、戻んないね。はい、じゃあね、次固形燃料を燃やしてみたいと思います。じゃあこのようにひっくり返してね、 S ビットのこれ封開けてないのよ。これもったいないから、ちょっと100均のね、何年か前に買ってるだいぶこう痩せちゃったやつ、ちょっとチェンジします。はい、これね例の100均の固形燃料なんだけど、見てください、これこんな痩せちゃってね、 25g がね多分 15g ぐらいになっちゃった。これどうしようもないんで、今回これを使うことにします、ね、こんな風に乗ります。これぴったしだね、これね。でもこれ乗せちゃうとね、ほら五徳の高さまで行っちゃうんで、現実的にはねこれ使えないんですけど、まあ、とりあえず燃やすという実験だけでやってみたいと思います。じゃあ行きますよ。もう燃えた。はい、まあこのような形でね、受け皿として使えるというようなことですね。最後ね、ジェルを乗っけてみます。でね、チューブ式のジェル僕持ってないんで、これ100均の、まあ、3つで100円のやつですね、まあ、これも多分同じジェルだと思うんで、これでやってみますね。はい、じゃあお皿の上に乗っけてみます。ゆる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 、こんなもんでいいかな。はい、じゃあね、火つけます。はい、ついた。先ほどのね固形燃料は、まあ、固形燃料自体に、まあ、高さがあったんで、まあ、この五徳の高さを超えてしまいましたけど、このジェル燃料であればね、平べったく敷けばいいことだし、まあ、逆にこのジェル燃料の方が、まあ、このストーブを使った場合実用性は高いんだというふうに思います。はい、こんな感じです。はい、そういうことでございまして、バーゴチタニウムトライアドマルチフュエルストーブ、
はい、こちらのご紹介でございました。ありがとうございました。カブパパでした。